さあ続いて、ナイター赤鬼さんからです。ダブルデートのネタバレ地獄じゃあさ、もうダブルデートしないってお互いのどっちかが盛り上がってるとこがピークで、いざ行ってみるともうみたいな熱量というか、なんか何熟年度が違ったりしてさ、何これ今そっちのカップル今喧嘩してんの、してないの、してるの、してないのみたいなのが分かんなくて気まずくなったりとか、トイレ行ってくるね、あこっちもトイレみたいな時に知らねえやつと知らねえやつの二人になる瞬間とかがあったりして、あのダブルデートをね、少なく見積もっても4人いるわけじゃないですか。うちどれかの組み合わせは知らねえやつ同士っていうみたいな時もままありますからね。意外にも地獄ですね。4人中1人がすごく疲れてみたりとかね、そういう時に、ね、2人デートだったらじゃあちょっと休もうかみたいになるんだけど、ごめん先行っててもうやりにくいし、何のためのダブルデートなんだよみたいな熱心野郎がいたり、何らかの一瞬地獄の瞬間ちょっとあったりしますね。